増加する子どもの不登校について考える不登校シンポジウムが一関市の川崎市民センターのホールを会場に開かれました。今回の姿勢だよりは学校・家庭の視点、そしてカウンセリングの専門家の各視点から支援のあり方を探るシンポジウムの様子をダイジェストで紹介します。この不登校シンポジウムは不登校が増加している現実を市民に知ってもらい、社会総がかりで問題に向き合う機運を醸成することを目的に一関市教育委員会が主催して開かれたものです。シンポジウムでは初めに心理カウンセラーとして長年多くの不登校児童生徒の支援に当たってきた心理カウンセリングオフィス所長の沖田健一さんが講師を務める講演が行われました。なんでそうなった、なんでそうなったという、いろんな原因探し、犯人探しを、じゃあ行くためにはどうしたらいいんだ、行けるようになるために、あるいは元気になるためにどうしたらいいんだという未来志向、問題解決の支援で取り組んでいただきたいと思います。ある本によると、筆談ではなく足し算、筆談というのは何がなければいける、何があったからあったないという、筆談ではなく足し算で、行く行かないで、親子で争わないで、どの時間になったら今登校できるのかな、学校行けるのかなとか、あとは学校登校のことを後において忘れて、自分や家族の楽しめることをしてましょう。休みを楽しみましょう。元気がないとダメなんですよね。で、普通の元気な子たちは、動きながらエネルギーバッテリーを充電できますけれども、こういう子たちは、一回一発するとものすごい時間、バッテリー充電、時間かかります。で、大事なのはですね、それに加えて私は一つでもお家の手伝いをしてくださいと。これは難しいことじゃなくて、新聞取ってくるでもいいし、カフェ当てるでもいいし、ね、その掃除をする、コメントにをする、セットする、それだけでもいいです。そうすると休んでても、確かに学校休んでて困った子だけでも、でもできます。お姉ちゃん頑張ってるよねって、兄弟にも言える、褒めることもできる。ケースバイケースですけど、小口さんには生徒さんの方から話が出ないという学校の話だとして、生徒さんと決めた三河を言おうと。話してる時にガーって、学校のガーって出られて、こう、顔がすくんだり、もう、くじきかなくなったり、やると思って、すくみ反応というみたいですけど、それが出てるうちはやめたくんですね。ベタベタする子たちは、そこがないのだから、人から優しくされると、もっと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 やって、もっとやってってなるんですね。それから次の器がもともとない場合、じゃあ何いろいろ私たちがこう普通の子だったら喜びそうなことには何にしたとばかりしても全然反応しない。もう一つね、意外とこの子たちは普通入り口はあるんですよ、割と受け止めだけど細く小さくて曲がってるので。うまく入るときは、あ、なんだこんなにできる子だ、こんなに答えてくれる優しい子なんだ。だけど、同じことやっても、その日によってこの入り口が狭くなって、曲がったりするので、うまく受け取って。で、こういう子たちが求める大人、自分を認めてくれる大人、自分を大事に扱ってくれる大人、穏やかな人、やっぱりガーンと最初から怖いように言いましたよ。怒鳴る、こういう注意の仕方。もうすぐ罰、あ、違反した、ペナルティだね、何点だね、っていうふうな、ね、けなすを、すぐからかう、からべるし、って、気をつけるやつをやめる。この人は、やっぱりこういう子たちにとって、ますます不信感を育てます。やっぱりその相談できる、相性のいい人としてるかもしれない、キーパーさんが必要な学校で、そのキーパーさんとどういう人とうまく関係して、持ちながら指導していったり、受け入れてあったり、で、愛情の器を再び構成しているということが必要です。休むということは悪いことじゃないんだと。以前はね、学校に戻すっていうことが習慣になってましたけど、じゃあ、休養期間に決まったら自分を見てみます。来たんだよ。学校に出ても気にしないでね。出発そうになってくるんです。自分の人生や家族の在り方から言って、君が大事なタイミングのいい悩み、必要なんです。子供たちには自分は新しい自分を作るきれいっていう悩みだね、創造性の悩みだねって話すこともあります。あ、はい。不登校の児童生徒一人一人に事情を合わせて学校に行くために環境を作っていくことが大事ですし、場合によっては適正センターや不登校特例校を作ることいろんな手段があるんですね。
続いては一ノ関市教育委員会の小菅正治教育長がコーディネーターを務め、沖田所長や市内の学校長、一ノ関市教育委員会の適応支援相談員や教育相談員をパネリストとするディスカッションです。学校で別室登校している児童生徒への工夫、自宅からでもネットで授業に参加した事例、学校とは違う場所で自分たちが主体的に立てたスケジュールで学びながら心を回復させるスキームなどについて情報交換を行いました。学校の中での、不登校あるいはその傾向の子どもに対してどんな形で対応されているのかもちょっと見ていきましょう。定期的にですね、管理職、校長、副校長とか、それから生徒指導、学年主任、学年、保健養護教諭ですね、それから場合によっては担任なども集めて、生徒支援会議というのを実際にやっております。真ん中に不登校の生徒がいたとすれば、学校、それから保護者、そして専門機関とこの三角のトライアングルの関係というのが非常に大事だなというふうに捉えて取り組んでいるところです。登校の仕方もいろいろありますね。生徒に会いたくないとかありますので、時間をずらしての登校だとか、それから放課後などに他の生徒のもとに接触を丸切り避けて登校するとか、さまざまな登校の仕方もあると思います。保健室登校もあります。人数が増えているということは、その部屋にたくさんの生徒が集まるとですね、やっぱりなかなか入りにくいという子もやっぱり出てきます。 ICT、タブレットが1人ずつ渡ってます。その中にも、e ライブレンといって、小学校的からさかのぼれるようなソフトがこう入ってますので、担任に持たせて生徒に会いに行って、こういうのあるよということで、そのソフトを紹介しながら学習どこするっていうふうに接点を持ったんですね。でこういうライブ授業、実際の授業を生でライブで見ているところです。教室の方にもカメラを置いて、やってました。対面はできないんだけども、教室の生徒がこの画面を通して生徒に話しかけたり、なんとか君、なんとかさん元気って言ったり、教官の先生が来て今のどうだった、分かったとか、そういう関わりを持つようになりました。その結果、その生徒は自分の存在をこう認められたような存在になって、登校がずっと継続したという。教室内のカメラも広角にしなくちゃいけなかったり、それからあと授業ごとに変わりますから、場所を例えば理科室に行ったりって、そのセットも結構、だから先生方のこの連携プレーを上手にやらないと、これもなかなか簡単にはただやるというわけにいかない部分があって、そこは上手にすごく回転してるんだなということを感じました。専門家の方に相談した方が、本人も保護者の方も安心なさるんじゃないかなと思われるケースがありました。校内の共通理解のもと、私が直接お話ししたこともありますし、カウンセラーの先生にお願いしてお話ししていただいたこともあります。生徒たちがいつも過ごしている部屋は保健室とドア一つでつながっており、養護教諭が見守ってくれています。生徒が自分で今日の予定を決めて学習や読書を進めています。相談室には校長先生をはじめ生徒指導主事の先生、担任の先生方、毎日のように来てくださいます。国語は国語の担当の先生が時々授業をしてくださいます。この他にも刺し子の説明を家庭科の先生がしてくださったり、たくさんの先生方が相談室に来て丁寧な対応ができています。結構コーディネーター役みたいな形でいろんな先生方を参加していただいてやってるんだなと、そういう体制で学校では教室に入れない子どもたちに対して対応しているという。私のところはここ数年、年間ほぼ20人くらいなんです。ということはすごく少ないんですよ。だから田んぼ広場に多分合わない子もいるだろうなと思いながらやってるんですけども、田んぼ広場に来れる子どもって不登校の初期と中期からだと思うんです。初期の不安定な混乱期ではとても外に出られないの でその方が落ち着いてきて、中期の安定期になってきて田んぼ広場に行こうかなと思っている。今度後期に向かって学校に向かうっていうような形になると思うんですけど、状況を見ながらどの学びが大事かっていうのをまず考えなきゃいけないなといつも思っています。したら一応名前を書いて予定、予定はもう大きく勉強、ゲーム、運動などでみんなあそこに書きます。
あと終わった後も日記書かせます。今日この一行くらいですけど日記書いて、まあ、振り返りもしてましたね。運動します。で運動得意な子もいるし、私はとっても運動って大事だと。もちろん強制でないですよ。見学の子もいるし、心のエネルギーを貯めて不安を乗り越える力を持たせて守っていただいて、あの学校に復帰できればなと思ってやっていると。配偶者みたい人を必ず明確に位置づけるっていうふうにした学校があって結構多いんですけども、そうするとやっぱり子どもたちの登校率が増えたっていうのがあるんです。子どもを受け止めるやっぱり職員がいるっていうのは、まあ、保健の先生も含めてそれはとても大事なように思いました。あの関われるですね、受け止める方を決めるっていうのはキーパーソンがいるっていうのは、あの不登校の子どもにとってはとっても大事なことなんだなというお話を聞きながら感じました。来れなくても学びの場をどっかに作っていこうと、どっか学科で作っていこうっていうのが、まあ、国の方針だし、今後これが多分動きが強くなっていくんだろうなというふうに思います。あの今市内の部分で言いますと藤沢の中に森の寺子屋さんっていうフリースクールがありまして、それからあの文部科学省はあの今年の3月末にですね、心プランというのを打ち出しまして、この中で不登校特例校というお話を出しています。文科省は学びの多様化学校というふうにしようということにはあのしているらしいんですが、岩手県内にはないんですが、あの仙台の近くの富谷中学校の分校ですね、分校として去年開設された学びの場をどっかにこう必ず確保していくというのが、まあ、世の中の動きになっているということをご紹介したいおきたいなというふうに思います。テレビガイド今回は一関市観光物産課から一関平泉バルーンフェスティバルについてのお知らせです。10月13日金曜日から15日日曜日までの3日間、国内最高峰の熱気球競技大会である2023熱気球ホンダグランプリ第2戦一関平泉バルーンフェスティバルが開催されます。全国から凄腕のパイロットが集結し、一関の空へ飛び立ちます。今年のフェスティバルは、一関水辺プラザで熱気球渓流体験登場やステージイベントなど、さまざまなイベントも開催します。さらに14日土曜日の夜6時からは、一関第一高等学校裏の河川敷でバルーンイリュージョンも予定されています。色とりどりの熱気球の炎が一関の夜を包み込む、その光景は圧巻の美しさです。フェスティバル開催期間中、お近くで飛んでいる熱気球を見かけましたら、ぜひ空を見上げ熱気球の世界をお楽しみください。なお雨天や強風などによりスケジュールを変更する場合がありますので、ご注意ください。一関平泉バルーンフェスティバルの詳しい情報は、一関市公式観光サイト一旅で発信しています。皆様のお越しをお待ちしております。